東京とかナンバーをどう思うかというスレを立てた一致に思い思いのコメントを書くスレ民。中には一致と同じく否定的な意見もありますが、逆にとかナンバーでも構わないという意見も出ます。しかし一致はそんな意見の中でも固くなにとかナンバーを馬鹿にします。そんな一致に疑問を抱いたスレ民たちが一致に理由を聞くと、意外な真相が判明。一致がとかを馬鹿にする理由とスレ民驚愕の一致の現状とは、23区以外は東京都じゃないだろ。俺は渋谷区在住の品川ナンバーなんだ。車は持ってないけどな。住所にこだわりすぎる見栄っ張り基地。八王子とか多摩ナンバーみたいな東京23区以外の東京ナンバーってどう思う？別にかもなく不可なくじゃね？特に気にしたことないな。まあそんな嫌いじゃないけど、東京で取れるナンバーの中では嫌かもしれんな。そうかな？個人的には足立とか葛飾よりは全然いいと思うけどな。俺はダサいと思ってんだけどみんなは受け入れてんの？東京都内ってだけで全然マシじゃね？めちゃくちゃ微妙な地方ナンバーの方が嫌だろ。本気でダサいのは川口、筑波、富士山じゃね？そうなん。筑波はひらがな御三家とか言われてバカにされてるイメージあるけど、富士山って人気なナンバーじゃなかったっけ？何年か前までは人気あったけど、今は手のひら返しでダサいナンバーの仲間入りしたな。今は外国人しか富士山ナンバーに憧れてないって状況。確かに富士山とか筑波とかダサいけど、今は他の地域は関係ない。東京に住むのに23区外とかありえないだろって話。23区外なら東京にわざわざしがみつく必要なくね？そんなとこ住むくらいなら諦めて神奈川とか住めばいいだろ？埼玉とか千葉もダサいとは思うけど、23区外に住むよりはマシだよな。そうか？俺は埼玉県民だから住所が東京なだけで憧れあるけどな。でも確かに子供の時は東京ってくしかないと思ってたりはしたな。とかもだけど、23区って言ってもランクとかはあるけどね。なんなら区によってはとかよりひどいとこもある。確かに何区かも大事だけど、それでもやっぱり23区外はないわ、なんて言うんだろ？そこまでして東京住みたいんか？って思う。しかもそういうやつほどどこ住み？って質問に東京ってドヤ顔で答えるじゃん。そのために住んでんの？とか思ってマジダサい。確かにそういうやついるよな。東京県民のやつらとかさ、東京の方っていうのとかマジダサい。ガチ東京民はの方とか言わない。そういうやつは確かにダサいと思うけど、普通に仕事の都合で23区外に住んでるやつもいるだろ。私はそんなにダサいイメージないけどな。自然豊かだけどある程度都会だし、最近は開発されてきてるからいい施設もマンションもあるし。確かに、子育て支援とか強いイメージある家族連れとかにはおすすめなんじゃない？いやいや仕事だって23区外で働けない時点でろくな仕事じゃないだろ。子供だってある程度の年齢になったら、もう自然なんかじゃ遊ばないし、結局都会行くんだからもともと23区住んでる方がいいだろ。23区外じゃ都会来るのにも時間も金もかかるしさ。別に勤め先は23区内って人もいるんじゃないか？最近も多いだろそういう人。会社は都内だけど家族のためとか家賃節約とかのためにとかに家買ったりさ。最近は施設も充実してきて、特急なら新宿まで1時間、みたいなのも多いしさ。都会より静かでいいって人もいるよな。自然が多い分混雑してないし住宅街は結構静かだろうし、子育てしてる人は周りに同じような環境の人がいるのも魅力だろうし、東京をどやりたいから住んでるわけじゃないんでない？ある程度田舎がいいって思ってるなら、それこそ東京じゃなくていいだろ。東京じゃなくすれば家賃だって土地代だって下がるだろうし、別に神奈川とか埼玉、千葉でも電車で東京まで1時間で来れるだろ？なのにわざわざ東京に住もうとする意味がわかんないな。東京近郊の県でもとかでも同じくらいのダサさだとは思うけどな。ぶっちゃけ東京付近に住んでるやつしかとかダサいって思わないからいいんでない？それ、自分は関東圏住みだけど茨城県民だから、23区外でも東京ってだけでだいぶ羨ましい。そうか？東京と〇〇市って住所書くのめちゃくちゃダサくないか？だったら〇〇県〇〇市の方がいいわ。地方民とかだってこれは違和感だろ。
東京は区だけでいいじゃんな。それも確かにダサいけど、大して栄えてもないのに北区名乗ってる方がウケる。地方だと北区は軒並み都会だからね。東京来て北区の過疎さにびっくりした。確かに。俺は逆に港区って港ってつくから、漁船系で田舎なのかと思ってたら超絶都会で笑ったことある。やっぱり思ったより区とか市のことなんて、他のところに住んでるやつは知らないんだよ。だから一致はそんなに気にしなくていいんじゃないか？てかなんで一致はそんなとか下げしてんの？自分とか済みなん？いや俺はちゃんと区に住んでるから。ただこの間俺の元カノ、仮に A 子にする、が新しい男とデートしてるところをたまたま見かけたんだけど、そいつが乗ってた車がさ、八王子ナンバーのプリウスでダサすぎて笑ったんだよ。俺の後の彼氏がこんなやつかよ。で A 子にがっかりしたり、逆に俺と別れたりするから、そんな男としか付き合えなくなんだよって思ったり複雑でさ。そういう話聞いてもらおうと思ってすれ立ててみた。そしたら思ったより田舎民多くて、俺の気持ち全然通じなくて今ちょっと冷めてる。勝手に相談してきたくせに勝手に冷めてるのくさ。てか一致はなんで元カノと偶然会ったん？同じ職場とか学校ってこと？それともストーキングされてる方だったりする？一致は何してる人でどこ住みかとか詳細出してや。じゃないとワンチャン今彼の価値かもしれんやろ。いや正直価値観合わないお前らに相談するかは若干迷うとこでもあるけど、まあせっかくすれ立てたから書いとく。俺、32歳。貿易会社勤務の営業マンで渋谷区在住。ま、だから俺は品川ナンバーだな。元カノの A 子とは知り合いの紹介で出会った。あいつは今年31歳で幼稚園の先生してる。ふんわりした雰囲気の柔らかい女で童顔で可愛い感じ。今時珍しくちゃんと男に甘えられるタイプ。俺的には結構いい線いってるって思ってたし、二人ともいい歳だったから結婚も考えてたんだけど、A 子は俺と結婚する気がないらしくて断られた。そんな結婚もできない女と付き合ってるなんて意味ないから俺の方から振って A 子とは終わり。それ本当に一気の方から振ったってことになるのか？結婚できないって言われたんだろ？振ったのって A 子の方じゃないか？てかなんだろ？なんとなく一気から男尊女卑味を感じるんだが、東京とかはダサい、だとか今時珍しく男にちゃんと甘えるタイプだとか、自分で変なこだわりがあって決めつけてる感じがする。でも一致って確かに条件だけで見たらかなりいいよな。付き合ってたのになんで A 子は一致のプロポーズ断ったんだろ？理由はわかんない。俺の何が気に入らないって言うんだよ。って感じで、それもムカつくから別れた。そんで次の男があいつなんだから笑うよな。まあ、複雑でもあるけど。やっぱそういう一致の上からな感じが無理なんじゃね？一致プライド高そうだから、なんなら理由を聞くのが怖いから彼女振った説あるレベルだな。2、3年付き合ってたんだから俺の性格が無理とかそういうんじゃないだろ？多分だけど、ま、仕事続けたいとかそんな理由なんだろうな。俺は結婚するなら専用主婦って決めてたから。さっき一致のこと男尊女卑って言ってたやついるけど、マジだったわ。別に彼女が仕事続けたいなら共働きでいいだろ。競技結構普通だもんな。共働き専業主婦になるかどうかは子供できてからでもいいんじゃないか？経済的には共働きの方がいいとか、意外とそういう結果になったりするかもだぞ。俺は嫁は専業主婦にしたいの。別にそれは俺の勝手だろ？ちゃんとそれだけの稼ぎはなんとかするつもりだし。で、一致が散々馬鹿にしてる A 子の今彼はどんな人なん？そいつの詳細わかれば一致のどこが嫌だったかとかわかるんでない？今彼と比べて俺が劣ってるところなんてないと思うけどな。A 子の今彼は38歳で青梅市役所で働いてる。歳も A 子より7歳も上だし、車は八王子ナンバー。青梅市に至っては検索してみたけど田舎すぎて笑った。で、そんなど田舎すぎるところに住んでるから、毎週 A 子に会いに1時間もかけて出てきてるらしい。俺は渋谷区住みだから新宿まで10分かかんない。どう考えても俺の方に軍配が上がると思わないか？市役所勤務ってことは公務員でしょ？それを安定してるって思ったとかじゃないか？一致は営業職でしょ？下手したらリストラとかもあるかもだけど、公務員はそういう心配ない。
かなり安心の職場だからそっちが良かったんじゃない？いやだとしても38歳で青梅市在住の男と32歳で渋谷区在住の男ならどう考えても渋谷区じゃね？どう考えても稼ぎが違うだろ？ちょっと性格が悪くても2年付き合えたんだから一致選ぶと思うけどな。でも A 子が実は都会嫌い派だったら全然魅力じゃなくない？それこそ結婚して子供生まれたりしたら青梅市がいいとかさ。ま、地方民の俺は青梅市どんなとこか全然わかんないけど、さすがに渋谷が大都会ってのはわかるぞ。だろ？ちなみに A 子は三茶に住んでるから都会無理とかじゃないよ。勤め先の幼稚園もそこそこ栄えたところにあるしな。じゃあいよいよ人間性の問題なんじゃない？一致の見下してくる感じが無理だとかさ。これで今彼も男尊女卑系だったらめっちゃ面白いけど。てかなんで一致はそんな A 子とか今彼のこと詳しく知ってんの？さっき書いてる人いたけど、一致ってストーカー？は？なわけないだろ。誰がそんな恥ずかしいことするかよ。A 子とは知り合いの紹介で出会ったっつったろ。その友達にいろいろ聞いてんの。俺のプロポーズ断ったくせに最近彼氏できたって友達が言うからどんなやつか教えてもらってたんだよ。勝手に決めつけて失礼なこと言うなよ。元カノの情報をわざわざ聞くのは恥ずかしいことじゃないんか？ストーキングと違って犯罪ではないけど、恥ずかしさはあるだろ。断ったくせに、とか言っちゃうあたりやっぱり人間性な気がするよね。あとそもそも大事なのって在住地とかじゃなくない？もっと他に大事なことあるでしょ？人間性もそうだし、価値観とかそういうの。それな、なんで一致ってそんなに住んでるとこ気にするん？出身地コンプレックスとかあるんか？出身地コンプレックスって？別名田舎コンプレックスとも言う。田舎出身者が都会出身者に勝手に抱くコンプレックスで、主に育ちの良さとか生活水準とかが都会出身者の方がいいだろうってコンプレックスを抱いたりする。そういう人が上京するとやたら住むとこの住所気にしたり、突然田舎民をバカにしたりする。ま、割と今の一致の状態だな。あーなるほどな。田舎民が都会住みひがんでくるあれか。だとしたら俺は違うよ。俺は出身愛知県名古屋だからね。めちゃ栄えてるとこ出身だから逆に田舎に住むのが信じらんないし、俺自身も渋谷区選んで住んでる。てか、田舎好きで田舎に住むのはわかるけど、東京名乗れないような田舎に住むのはマジで理解できない。青梅市の田舎具合で東京と名乗るとか東京の他の区に失礼すぎるだろ。それくらい別にいいだろ。渋谷区と青梅市で栄え方が違うくらい誰でもわかることだし、青梅市が東京名乗っても一致に迷惑なんてかけてないだろ。てか渋谷区だから勝ち組とか思ってるやつ本当に渋谷区住んでるか？あの辺のマジ金持ちは住んでるから勝ちとかそういう考えないぞ。てか人と比べるとかしないわ。俺の知り合い渋谷住んでるけど、場所によっては夜中でもめちゃくちゃうるさかったりするし、駅からめちゃくちゃ遠かったり、車出すにしても道が混んでたりしてむしろ不便じゃね？俺が住んでるところはそこそこ静かで、いい感じの住宅街だから全然問題ないな。駅地下だけど大体終電1時前だし、騒音とか全然ない。それに俺は車持ってないから道混むとか関係ないし。一致の人間性に問題あるんじゃね？とかマジの勝ち組は自慢しないとか、耳が痛いことにはレスしない一致。わかりやすくてちょっと好き？てか一致車持ってないのかよ。さっきまでのナンバープレートの話は何だったんだ？車は持ってないけど買おうと思えば俺は即品川ナンバーだからって話。品川と八王子ナンバーどっちがいいかは明確だろ？いや、渋谷区在住車なし一致 vs 青梅市在住車持ち公務員今彼だったら、性格によっては全然今彼に軍配上がることもあるだろ。今彼は仕事の都合上青梅市に住んでるだけで金ないってわけじゃないかもだろ。車ってそこそこ維持費かかるし。今彼がだいぶ有利になってまいりました。今彼が車持ってるのは住んでるところが田舎すぎて車ないと暮らせないからだから。しかも車種プリウスだし、ダサすぎ。確かにある程度栄えてないと車なしで暮らすのは難しいから車持ってるのは納得だけど、別にプリウス乗ってるのは問題ないだろ。燃費も良くていい車だぞ。話戻るけど、一致地元名古屋なんだよね。
名古屋を都会だと思ってるのになんで東京出てきたの？なんだかんだ言って一致も東京に憧れてたんじゃないの？いや、俺は全然名古屋都会だと思ってるから、できればずっと名古屋にいたかった。でも大学受験で名古屋の名門落ちちゃって、名古屋で三流大入るくらいなら東京の大学行こう、って思ってこっちに来た。で、そん時も都会育ちの俺は絶対栄えてないと無理だからって理由で渋谷区選んだって感じ。なんか一致、二流三流とかとか田舎とか気にしすぎて疲れそう。まあでもある程度学歴は大事だからな。でも名古屋にそんな愛着あるなら就職先は名古屋にすればよかったくない？就活のためだけに毎回地元帰るとかだるすぎんだろ。それに名古屋だって栄えてるけど、渋谷も持ち栄えてたからそのまま住むのもありだなって思っただけ。なるほどな。でも一致だって学生時代は別んとこ住んでたんだろ。だったら別にどこ住みでもいいなとか思えんの？結局渋谷のが名古屋より栄えてると思ってて草。いや俺は大学時代から今の家住んでるけど、田舎住みは嫌だっつってんじゃん。お前らがさっきバカにしてたいまいちな国ももちろん住む気なかったしな。マジか。学生の分際で渋谷区一人暮らしって一致実家太いん？ああだとしたらそこが無理なんじゃない？実家太いとこって親戚付き合いだるいイメージあるから、付き合う分には立地でいいんだけど、結婚ってなるとためらっちゃうかも。確かに。嫁姑とか金持ちのところのがエグいイメージあるよな。元カノ普通の家の子だったらそこに引いたとかもあるかもな。実家は別に貧しくはないけど、俺に部屋借りてくれるほど裕福じゃないよ。だから渋谷住んでんのは俺の頑張り。親父は会社員だから継ぐか用もないし、そもそも俺は次男だから親に責任ないしな。マジか。だとしたら一致相当頑張ったんだな。今はいい会社勤めてれば渋谷だって住めるだろうけど、学生時代に自分の力で渋谷ってすごいな。いや今だって一致32とかでしょ。その年で渋谷区住んでるのは超魅力的だよ。相当いいところの会社員だろうし、次男なら他にも彼女になりたいって人結構いるんじゃない？元カノなんかに執着しないでマッチングアプリでもやってみれば？大学時代は親からの仕送りとバイトして家賃払ってた。自分で言うのもあれだけど結構頑張ってたと思う。婚活系のアプリで声かけてくるやつは金目当てだろ？そういう女には興味ない。自分で払ってたってことは就職して引っ越したってこと？バイト掛け持ってても学生と会社員じゃ出せる家賃違うだろ？てか一気金目当ての女無理とか言ってるくせに、この今彼を金でしか判断してなくて草。いや引っ越してない。大学時代からずっと同じところ住んでるぞ。俺は金で寄ってくる女には興味ないだけ。子みたいに自然と出会った女と付き合いたいんだよ。は？引っ越してないの？一気どんなとこ住んでんの？見栄のために大学時代からすごく働いてたってこと？家賃いくら？渋谷区がすごいってことはわかるけど、家賃相場は私みたいな地方民にはわからない。ググレカスって言いたいところだけど家賃はピンキリだからな。一致がどの程度に住んでるかは確かに聞いてみたい。家賃、あんま言うと言えバレするから言いたくないんだけど。じゃあざっくりでいいから間取りとか駅からどのくらいとかそういうやつ教えてよ。いや家賃だって異常なほど高いところに住んでるとかじゃなければそんなすぐ言えバレしないだろ。教えてくれメンス。教えてくれないってことは一致渋谷住んでないんじゃないか？下手な値段設定言って突っ込まれたくないから言えないとか？は、マジで住んでるよ。住んでるところは駅から徒歩5分の 1K。これで満足だろ？間取りだけならどうとでも言えるからな。やっぱちゃんと家賃聞かないと納得できないよな。一致挑発にちゃんと乗ってて草。でも一致 1K 済みなのか。学生時代は仕方ないにしても、もういいところ引っ越せるんじゃないか？いやでも渋谷住もうって思ったら、1K で我慢するしかないんじゃない？でもそれこそ一致が気にしてるダサい感じだと思うけどな。東京都だけどとか、と、渋谷区だけど 1K、ほぼ同じだろ？しがみついてる感っていうの？そういう感じ。まあ 1K でも激広いっていうならごめんだけど。家賃を言えば満足ってこと？家賃なら7万だよ。は、7万、渋谷区で？そんなわけないだろ。一致、エアプデクサ。お前いい加減にしろよ、マジで住んでるつってるだろ。
本気だとしたら一地どんなところ住んでんの？駅地下で渋谷区7万なんて相当ヤバい物件以外ありえなくね。信じられないっていうやつの気持ちだってわかるけどな。まあ風呂なし事故物件ではあるけど、おかげで渋谷区駅地下に7万で住めるんだからかなり掘り出し物だろ。いやいや、家賃7万で風呂なし 1K 事故物件ってコスパ悪すぎ。場所考えればちゃんとオートロック風呂付きのちゃんとしたマンション住めるぞ。いくら渋谷に住みたくてももうちょっとまともなとこ引っ越せよ。渋谷区じゃないと意味ないって言ってるだろ。家なんて別に人入れるわけじゃないから飾り立てたって無駄だし。それよりどっかで住所言うとき渋谷区って言える方がアドだろうが、渋谷の別の場所に引っ越すつったって基本の家賃が高いだろ。遊ぶ金が減ると困るからさ。今んとこでいいんだよ。価値観は人それぞれだからさ。一致がそれでいいなら何にも文句ないけど、元カノが離れていく気持ちはわからなくないな。さっきも米してる人いたけど、一致だって見栄のために渋谷住んでるんでしょ。一致がバカにしてた人たちとやってること一緒だし、なんなら生活が不便そうな分、一致の方がだいぶヤバいよ。それな、そんなところに住むくらいなら俺だったら渋谷諦めて引っ越すぞ。まあでも渋谷区済みが7万で手に入るのがアドだっていうのはわかるわ。交通の便とかいろいろいいところもありそうだしね。ま、私は住みたくないけど。最後が手のひら返しで草。ほらな。だからさっきお前らとは価値観が合わないって言ったろ。この良さがわかんないところがお前らのダメなところだわ。さっき俺のことエアプとか言ってるやついたけど、お前らの方が都会エアプの田舎民だろ。相談した俺が間違いだったわ。どうせエコだって、しばらくすれば今彼より俺がいいってことに気づいて戻ってくるだろうから。こんなとこに相談して嫌な思いする必要なかったしな。はい、じゃあ解散。全然役に立たなかったけど、まあ暇つぶしにはなったわ。あと田舎民とは意見が合わないってことも学べてよかった。じゃ。こうして一致はスレを去っていきましたが、この去り際のコメントにスレ民は大荒れ、一致を非難するコメントがスレに溢れ返りました。スレ民のレスにもあったように確かに価値観は人それぞれですが、私は今回の一致は少し住所にこだわりすぎなような気がしました。皆さんはどう思いましたか？一致の選択は正しいと思いますか？それとも引っ越すべきだと思いますか？ぜひコメント欄にて皆さんの意見をお聞かせください。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してくださいね。